9月1日日曜日の午後京成大久保駅南側にあるプラッツ習志野市民ホールにて奈良市の大工合唱団決断式が開催されました。この合唱団は年末に開催される習志野大工演奏会に向けて毎年この時期に結成され演奏会終了をもって解散するスタイルで昭和53年1978年12月に習志野文化ホールの開設を記念して第1回が開催されて以来 46回にわたり続いていますこれまで多くの方々が合唱団員として参加されてきました今年度は187名の方で結成され3ヶ月後の演奏会に向けて毎週1回2時間から3時間の練習を重ねて本番を迎えます今年は私も合唱団の一員として皆様と歌わせていただきます6回目となります 奈良市の文化ホールが休館に入っており昨年からは市川市文化会館での演奏会となっておりますがそれぞれの歌声がオーケストラやソリストとともに混然一体となってハーモニーを成し力強くも繊細な一つの音色となって空間を満たす感動は格別な体験でありままますすす音楽ののの持つつ力を改めて感じます関係者皆皆様、団員の皆様、よろししくお願いいたしますいつもありがとうございます。